様、こんばんは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は、はい、今はね、まだちょっと明るい時間帯なんですけれども、はい、今日一日、あの人はあなたのことをどう思ってくれていたということ、はい、またね、たくさんのカード使いながら見ていきたいと思います。まあ、今日あの人が、まあ、お仕事ねされている人はもちろん多いかと思うんですけれども、今日あの人はどういう一日を過ごしたの、そしてどう思ってくれているの、本音の気持ちは、二人の恋の流れはということ、はい、見ていきたいと思います。はい、今日も4択です。選んでいただきたいのは、はい、1番の方、はい、こちらピンクです。はい、そして2番の方、ね、こちらは黄色。はい、3番の方、ブルーです。はい、そして4番の方、はい、こちらは赤となっております。さあ、あの人のことを考えながら、はい、お選びください。じゃあ早速、1番のピンクの皆様からいきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のピンクの皆様、よいしょ、失礼しました。はい、じゃあどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずは今日一日ね、あの人はどう過ごしていた、まあ、お仕事されている方がね多いかとは思うんですけれども、まあそれでもね、どういう一日だったのかなというところ、はい、まずねこちらで見てみます。はい、そしてよいしょ、失礼しました。カードはね、これがね、よいしょ、これ、ね、きちんとね離れてない時があるので、はい、ありがとうございます。じゃあまずはね、お二人の恋、過去、現在、未来見てみましょう。今ねブルームーンに向かって、あの恋愛運がねどんどん加速してる人が多いなと思ってます。一昨日ぐらいからね、なんかその波をこうとても感じていて、はい、気持ち、はい、今から目を閉じます。はい、あの人の頭の気持ち、はい、 OK です。はい、そしてはい、今度はね本音ベースのあの人の気持ちです。はい、じゃあお待たせしました。まず今日ね、あの人はどんな一日だったのということ、はい、まずねこちらのカードで見てみましょう。あー、何かねストレス溜まってますね。なんか本当は、まあこれお仕事かな、本当はこうしたいなっていう、例えば期限だったりとか理想っていうのがあったんだけれども、こうそこまで行けなかったのかな、もしくはこう行くためにむちゃむちゃ努力したっていう感じで、とにかく体むちゃくちゃ疲れてるような感じがします。そしてフラストレーション溜まってるのかなっていう感じもありますね。なんかハードワークだったことは間違いないようです、このお相手様。なんかね大変な一日でしたね。それすごく感じます。じゃあ2人の恋の流れ見てみましょう。はい、過去は木というカード、はい、そしてね現状は魚、なかなかいいんじゃないでしょうか。同じ職場の人とかもいるかもしれませんね。はい、そして未来は花ですよ。なんかこうよりこうラブラブになっていくのかなと、
なんか最初のうちは、まあ、これが例えば同じ会社だったとするならば、まあ挨拶とかするような関係だった期間がもしかしたら長いのかもしれない。でも最近ですがね、なんかようやくこうお相手様と、ね、なんかこう飲みに行けたりとか、少し深い話ができるようになったりとか、こう恋愛が始まったりとかっていう感じかもしれません。で、未来がね、この花束というとっても嬉しいカードが出てるので、こう今がどういう関係であれ、恋愛関係に発展していく可能性、それはね、とってもありそうな感じですよ。はい、じゃあね、あの人の頭の気持ち、はい、見てみましょう。何か自由に飛びたいのかな。もう少しあなたとコミュニケーションも含めて取っていきたいのかな。なるほど。今はもしかするとまだ会社のというか、こう何らかの同僚とか、こう何らかの、その、まあチームメイトとかね、こうそういう、こうコミュニティの中でいらっしゃる人かもしれないけれども、あなたに何らかの魅力というのが感じながら、今ね、僕私がここから例えばアプローチをするとこの関係を崩れてしまうんじゃないかという怖さもあるような気がするんですけれども、今あなたへの愛情、心の中にまずこのお相手様芽生えているのではないでしょうか。なので今日という日、あなたのピンクの皆様のこと考えていたっていうと、そうですね、考えていましたね。はい、なんかリバースが多いですね。ソードの4のリバース、コインのページのリバース、はい、そしてフールのリバース。なるほど。まだこのお相手様、あなたに対していいと思ってはいるんだけれども、怖がってる部分がね、すごくあるみたいですね。なんかこうスタートが切れないというか、どうスタートを切っていいんだろうとか、どう誘ったらいいんだろうっていう、そのこう気持ちのこうグレーゾーンですね。今惹かれてはいるんだけれども、さあっていう感じです。ちょっと深い部分見てみましょう。はーい、はい、パッションです。はい、すごいですね。すごいカードが出ました。はい、このお相手様ね、今日ピンクの皆様のことどう思っていた、ね、どう感じていたっていうことを見ています。まあ仕事がね、今日ね、とっても忙しかったと私は見たんですけれども、その中でもやっぱりあなたという人を思い出した時に、こう心に元気が出るというか、なんかこうやっぱり頑張りたいなっていう気持ち、そういうパワーの源になったような気がします。ただこのお相手様、心の奥底ではとってもね、まあ、いろんな情熱、もう本当に情熱です。あなたとこうなりたい、もうこういうあなたと男女関係になりたいとか、ね、あなたに何かプレゼントをあげたいとか、こういう強い気持ちがあるんだけれども、まだ踏み出す勇気がなかなかないのかなと。なんかこう、まあ地に足がついてないというかね、こう気持ちが、ご自分で、このお相手様がご自分でまだね、自分の深いこの気持ちにね、まだね、気づいてない可能性あるのかなと思いました。このお相手様はご自分が思ってるよりもピンクの皆様にすごく惹かれている。惹かれていて、で、あなたという人がやっぱりね、お相手様の気持ちから見るともう本当にもう惹かれてしまう。なんかもうね、理由があるなしに関わらず、まあある意味理由がなく惹かれてしまう。
なんでこんなに惹かれるんだろうみたいな、そういう部分もあり、今このお相手様は今日もあなたのことを考えながら、そして特に今お仕事が終わった今、あなたのことを情熱的に触れたいなっていうことを考えながら、ピンクの皆様のことをとってももう頭の中にある感じ、それぐらいこう強烈な気持ちとしてあるような気がしています。少しずつね、こうピンクの皆様に対して動きたいな、もう少し距離を縮めていきたいなっていう、少しずつの前進の気持ち、前向きな気持ち、これはあります。そしてご自分の中で、ね、いわゆる2人のこのね、いわゆるコミュニティの中で関係性が壊れてしまうかもっていう怖さもあるんだけれども、でもやっぱり頑張りたい、あなたに向かって飛び立っていきたいなみたいな、そういう前向きな気持ち、それはこのお相手様あるんじゃないでしょうか。この恋なんですけれども、やっぱりね、こう、なんかこう知り合いというか顔見知りっていう期間が長かったかもしれないけれども、早かったら、これはね、早かったら来月の9日あたり、ぐらいにはなんかね、2人がこうより急接近して、2人で飲みに行けたりとか、こう愛の告白なんかね、そういうことを考えられるぐらいいい流れに私はなっていくのではないかと思います。このお相手様、ね、もっとこう自分に自信を持つことができたら、ね、こうガンガンとあなたのところにこれだけ思ってくれてるからですね、いけるのになぁと思いながら、で今お二人は、まあ、案外近い距離感にいると思うので、ピンクの皆様から、ね、ちょっとこうお誘いをかけるとか、なんかね、ちょっとこう立ち話を例えば長めにするとか、そういう感じでもお相手様は、お、私のこと僕のこと気があるのかなみたいな感じで、なんか誘っていいのかなみたいな、そういう勇気が持てるような状態になっていきやすい可能性もあると思いましたね。こう勇気というかね、このお相手様ももっとこう自分に自信を持ってね、行くぞって感じになったら、よりこの恋の進展は早いと思うんですけれども、でもね、魚と花、はい、この恋はいい流れに私はなっていくと思いますので、どうぞ頑張ってみてください。はい、これが1番のピンクの皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次は2番の黄色の皆様に行きたいと思います。はい、次は黄色の皆様です。じゃあお待たせしております。はい、まずは今日あの人は一日どういう一日を過ごしたのということで、はい、まずこちらからね、カードを、はい、取っていきたいと思います。これとこれかな。はい、はい、じゃああの人のとの恋の流れ、過去、現在、未来で見てみたいと思います。そしてこれは、はい、
人、ね、今日あの人はあなたのことをどう思ってくれていたのでしょうか。はい、そして今から目を閉じます。はい、あの人の気持ち、はい、はい、OK です。はい、そしてあの人のじゃあ本音ベースの気持ちです。しました。じゃあまず今日あの人はどんな一日過ごしたのでしょうか。棺桶と山、むちゃくちゃこれストレスですね。仕事もこれ相当ちょっと大変だったのかな。もうなんか今気力がほぼないって感じですね。もう本当にこう死んだように眠るというかね、心のストレスもこれすごいな。両方ちょっとすごいですね。棺桶と山が本当にかなりハードな一日だったのではないでしょうか。もうなんか筋肉とかも本当コリコリで、もうなんか本当あったかいお風呂にゆっくりゆっくりゆっくり入ってねっていうぐらいの、そしてもう早く寝てねっていう、なんかこうそれぐらいちょっと心配ですね。すごくハードだったような気がします。これがまあ今日だけじゃなくて、そういう日々がちょっと続いてるのかなっていう部分も気になりますね。こう仕事が忙しいっていうのはある意味いいことだとは思うんですけれども、この黄色の皆様のお相手様が、まあ、例えばね、企業がブラックとかじゃなかったらいいんだけれどもっていう、ね、例えばサービス残業しなきゃいけないとか、そういう感じじゃなく、きちんと頑張った分だけのものが入ってきたらいいんだけど、ちょっとね、そのあたりもこう心配だなって思ったりしました。じゃあ、あのね、皆様とのじゃあ恋の流れ、はい、まず過去、おー、月すごいですね。やっぱブルームーンに向かってね、何か月のエネルギーすごく感じますね。はい、現状、ネズミ、ちょっと今お二人の関係少し不安定というか、はい、そしてね、未来のカードが鳥です。今ね、二人の関係が不安定というよりも、お相手様がこれだけ忙しかったりすると、それは確かになかなかね、お休みの間もデートとかできなくて、ただただね、本当にこう体力回復とか、なんかそういうためになんかね、過ごしちゃうだろうなっていうのがね、思いますね。すごく大変そう。これは黄色の皆様がね、どれだけお相手様になんかね尽くすというかね、もう今恋愛関係だと思うんですけれども、こういたわってあげるとか、こうそういうことが今は大切な気がします。そしてね、未来はまた鳥というカード、しっかりコミュニケーションが取れるよとか、今の状況よりは楽しい時間がね、過ごせるような感じになっていくかと思います。はい、じゃああの人は今日あなたのことをどう思っていた。このね、忙しい合間にもきちんとね、黄色の皆様のことをね、考えてくれてますね。どんなに忙しくてもね、会いに行きたいなって思ってくれている。確かに仕事忙し、やっぱり忙しかったと思うんです。でもこのね、黄色の皆様のことは、このお相手様から見ると、どんなに疲れててもやっぱり会いたい人、思い出す人のようです。なんかね、お仕事の区切りの時に黄色の皆様のことを思い出しながら、例えばね、来た連絡、LINE とかを読みながら、それでね、元気になってる部分もあるような気がしますよ。だからね、こうしっかりと考えてくれてる部分、
それはこのカードからまず感じました。はい、じゃあね、もう少し深い気持ち見てみましょう。コインの4のリバース、はい、ワンドのキング、やっぱね仕事のカードがバンバン出ますね。はい、そして、はい、なるほど、はい、なんかね今は本当にこうもう仕事一筋になっててごめんねって気持ちもあるんだけど、でも黄色の皆様をね、あのね絶対に諦めたくない手放す気は全くないみたいです、このお相手様で。今2人の間にこの黄色の皆様、あ、お相手様もいわゆる今うまくいってないというか、こうささ波がね立っているのもこのお相手様気づいてるんだけれども、もうしばらくは仕事頑張らせてっていうような、そういう様子が見えます。頑張らせてというか、こうきっとね頑張って何らかの結果とかを出さないといけないから、これだけこうもう死に物狂いで頑張ってるんだろうなって思ったりもしました。はい、じゃああの人の深い気持ちはね好きですよね、とってもね。やっぱりこうね何らかの問題、まあ、これ私は今仕事かなと思うんだけれども、あの黄色の皆様のことをね、やっぱりこのお相手様もうね家族と思ってるのかなって、それぐらいの深いもう信頼関係ですね、それがとってもあり、ね、やっぱりね早く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 あなたに会いたい、早く早くあなたを腕の中に抱きしめたい、あなたの体温を感じたい、そのように思ってるし、もうね早くやっぱりこうあなたとこうフェイス2フェイスで会って、ね、仕事が落ち着いたら早くね美味しいお食事、ね、食べに行こうとか飲みに行こうとか、そういうリラックスモード、すごくこのお相手様本当は望んでいらっしゃるみたい。それがね、あとそうだな、もしかしたら人によっては3週間ぐらい今のこの状態がちょっと不安定な状態がね続くかもしれないけど、その後にはもう本当にもうピーチクパーチクいっぱいお話ができるよと、まあ、それはイコールお相手様のお仕事が落ち着いてようやく、ね、黄色の皆様に向かい合って向き合ってか向き合ってくれることができて、だからこそ今までのね寂しかった思いとか仕事で大変だったこととかをすごくこうお二人でね語り合いながら愛し合いながら、まあこれね、まあベッドの中でもこれね会話ができるぐらいすごくね会話が弾んでいくんじゃないかと思います。あの今だけだと思います。辛いな、なんでで仕事が忙しいのはわかるけど、なんでこんなに会えないのとか、連絡一本くれてもよくないとか、そういう気持ちは、まあ、もちろんねあのお気持ちわかります、黄色の皆様の。ただお相手様が本当にそれどころじゃないんだっていう仕事のハードさも見えるので、今は黄色の皆様、あの返信がいらないような連絡をしてあげたり、お相手様を気遣ってあげたりすることによって、お相手様は愛情はあるので、ますます黄色の皆様への深い愛情を持ってくれるのではないでしょうか。あともう少し、長くてあと3週間そこまでかからない人もいるかもしれないというのが2番の黄色の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ次はブルーの皆様に行かせていただきます。はい、じゃあブルーの皆様、はい、じゃあちょっとねカードを引きますね。
しょ。はい、じゃあお待たせしております。はい、じゃあブルーの皆様、まず今日ね、ブルーの皆様のお相手様、さあどんな一日だったということを、はい、見てみましょう。とね、これとこれ、よいしょ、はい、かな、あ、取れない。はい、まずこちらと、はい、あとお二人の恋の流れ、過去、現在、未来で見ていきます。はい、じゃあ今度はあの人は今日あなたのことどう考えていた？はい、そして今から目を閉じます。はい、あの人の、ね、頭の気持ち、はい、あと1枚取ります。はい、はい、そしてこれがお相手様の、はい、本音ベース気持ち、はい、じゃあお待たせしました。まずあの人は今日どんな一日だったの？おっと、ライダーとカマか、案外今日ハードな方多いですね。もうむちゃむちゃ外回りとかされてる営業の方とかなのかな。なんか本当にもうなんか走り回って歩き回って、もうね、出張とかで忙しくて、もうすんごい大変だったようです。やっぱりね、お仕事むちゃむちゃハードですね。なんかこの方はすごくこう動いて、うん、動く忙しさ、それもなんかすごくあって、うーん、とってもね疲れてるように見えます。はい、じゃあね、お二人の恋の流れ、はい、見てみますね。過去が山か、うーん、そして現状が怒り、おー、そして未来手紙、よかったですね。このね、2番、あ、違うね、3番のブルーの皆様、うん、ちょっとね辛い恋してるのかなと。お別れしてから例えば長かったりとかね、音信不通になってちょっと時間が過ぎてしまったりとか、こうなかなか進展しない恋、なんかね、そういう状況、距離がなかなか縮まらないかったのかなっていうふうに、見える。でもこれがね、良かったなと思うのが、未来に手紙のカードが出てるからね、こうどういう状況の方であれ、ね、お相手とやっぱり連絡取れるって嬉しいですよね。連絡が来る、返信が来る、ね、あの人とコミュニケーションが取れる、そういう状況になるのがまず未来の流れ。これそんなに遠い未来じゃないと思いますよ。じゃあ今日あの人どうだろうね、今日あの人はあなたのことをどう考えてくれていたのか、なかなかいいカード出てますよ。はい、あのこのお相手様、あの事情があって今会えてないのかな、連絡取れてないのかなっていうふうに見えるので、そこにイコールの愛情じゃなくて、愛情はありながら会えてない状況のように私は感じてます。なぜならばこのお相手様ね、これだけでお仕事ね忙しかった中でも
しっかりとあなたという人のことを考えてますよ。うん、どうしたらあなたとうまくいくだろうか。どうしたらあなたと連絡取れるだろうか。うん、そういう前向きな気持ちありますね。じゃあもう少し深い気持ち、ソードの8のリバース、カップの5のリバース、はい、カップのキングのリバース、はい、こういうカードがお相手様の、まあ、いわゆるね、頭の中の気持ちとして出ました。うん、やっぱりね、この今会えないとこと、連絡が取れないこと、お相手様もすごく苦しんでる。でも、なんとか頑張れるんじゃないかっていう希望があるのも事実。全くもって諦めているわけではない。ただ、このお相手様ね、ちょっと精神的にナイーブなのかなと思って、まあ頑張りたい。だけれども、ああでも大丈夫かなとかね、こういう気持ちがあったりするんだけど、でもそれでもやっぱりこう、あなたのことを諦めてないですね。なるほど。はい、じゃあ深い気持ちは、うーん、寂しいのはね、きっとね、お互いだと思うんですよね。ベリースーン出ましたね。うん、今はね、あなたと距離があって会えない、離れている状況なんだけれども、でもこのお相手様としては本当に今すぐにでも、今すぐにでもあなたの声が聞きたいし、あなたに会いたいし、あなたを抱きしめたいし、もうこういう気持ちです。なんかね、すごいね、寂しいって言ってるこのお相手様。うん、とってもなんか辛い、寂しい。だからこうね、本当理由が、会えない理由、連絡が取れない理由、まあね、複雑な恋愛なのかなと思うんだけど、それがね、あるように見えるんだけれども、でもね、なんかね、全くもってやっぱりね、あなたへの気持ち強いですね。ね、どんなことがあっても頑張るんだね、ミラクル。そしてカップの5のリバース、うん、なんかね、気持ちが再び戻ってきて、やっぱり頑張るんだ、うん、頑張るんだ。そしてベリースーン、こういうね、とっても前向きな気持ちがこのお相手様出てるからね、なんかね、忙しい中でもしっかりね、ブルーの皆様のことを考えてくれてるし、まあこのね、アンカーという怒りのカード、お二人が、まあ、距離があったり大きな障害があって、なかなか物事が進展しなかった、ね、辛い状況が多かった、それでも2人の絆はしっかりつながってるよと。そしてつながってる上に、今後の流れっていうのは、そこに連絡が取れるというプラスの状況になっていく。これはね、うーん、嬉しい方向に行くと思いますよ。これだけね、お相手様を思ってくれてますからね。うん、だからもうちょっとかなって気がします。もうちょっと、そうね、35、ね、来月末かな、来月末にはなんかね、まあ、これだけ思い合って連絡が取れないっていうのは、それだけ大きい問題、障害だと思うので、時間がもうちょっとだけ必要かもしれない。でも来月末には連絡が取れる状況になるのではないでしょうか。はい、これが3番のブルーの皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ次は4番の、はい、皆様に、4番の赤の皆様行かせていただきます。じゃあちょっとカードをね、引かせていただきますね。
待たせしました。まずは赤の皆様のお相手様が今日どんな一日だったのかということをまずは見ていきたいと思います。これとねこれかな。はいはい、じゃあまずお二人の恋の流れ、過去、現在、未来で見ていきたいと思います。失礼しました。はい、そしてはい、じゃああの人は今日あなたのことどう考えていたか見てみましょうね。はい、じゃあ今から目を閉じます。はい、あの人の、おっと落ちましたね、失礼しました。あの人の、はい、気持ち、はい、目を閉じてシャッフルをしています。はい、はい、そしてあの人の本音ベースの気持ち、なかなか出てこないですねちょっと待ってね。はい、これはい、じゃあまず今日あの人はどんな風に過ごしてたのかなあ。はい、これは皆様とデートしてた人いるのかな。うん、なんかねすごくこう満ち足りた、やっぱねこのブルームーンに向かってこのね月のカードがすっごい出てる。なんかもう恋愛加速中って感じがしますね。うん、お相手様、うん、なんかこうあなたと幸せな時間を過ごしたよっていう風に出ていますけどいかがでしょうか。はい、じゃあね お二人の恋の流れ、過去、現在、未来、はい、本のカード、はい、そして現在、これは10、あれですね、古墳ですね、棺桶、そしてクロスですね、道、ほう、ちょっと待ってね、現在棺桶、あ、ちょっと先にこれ見てみよう。うん、なんかね秘密の恋だったのかな。今日あなたのことをねどう考えていたか、とてもね強い気持ちで、うん、あ、もうなんかむちゃくちゃ強い気持ち感じられますよ、このお相手さん。現状が古墳、これがねこれがね現状、現状、あー、はい、分かった、了解です。じゃあちょっとねもう少し気持ち見ていきます。カップの10、なるほど、うん、なんかコインの3のリバース、はい、そしてこれがソードのエース、うんうん、分かった。このお二人はですね深い、あ、ここまで見てみようかね全部。はい、リリースですね、うんうん、すごいカード、あなたが本命ですと。はい、ロマンチックフィーリングス、なるほど、うん、あの、わかりました。最初ねこの古墳が出た時に、え、なんかね、なんで今日デートしたと思われる人たちがなんで古墳なんだと思ったんだけど、まあ、これはね死と再生という意味があります。なのでお二人はまあ過去、いわゆる複雑な恋愛とか、ね、なかなかこう表にできない恋愛、いわゆる婚外恋愛とかをもしかしたらしてたのかなって感じがしました。でもなんかこうそこに終止符を打って今お二人は新しい関係性が始まった状態と感じました。うん、そしてだからこそこのお相手様っていうのは
構ね、あなたに向かってのこのね、こう結婚、こうね、あなたと家族になるんだとか、あなたと一緒になるんだっていうむっちゃくちゃ前向きな気持ちがあるんですよ。で、ね、あなたしかいないっていうね、このカードでも、そして愛情をとても感じてるよというこのカードから見てもお相手様のまあ気持ち分かります。で、今日あなたのことをね、どう考えていたかっていうと、もうやっぱりね、こう、もう好きって気持ちが溢れんばかり、もうあなたのことを考えるだけで元気になるんだよって。で、思いが、お相手様のこの思いが、ね、本当にこう強い、なんかね、ふって思い出すとかじゃなくて、もう強く赤の皆様のことをもう強く深く考えてたような、そんな感じ。ね、そして他のね、気持ちを見ていても、またこう現実的に不安定な要素、まあ現実主義者なところもあると思うので、不安定な要素もあることも分かっている。でも、もうすごいですよね、もうあなたと一緒になるために、あなたと家族になるために、もうとても前向き、あとは頑張るしかないみたいな、そしてね、過去の辛いことは忘れて、もうあなただけを大切にしていく、もうあなたと甘い時間を過ごす、こういうもの出ていますよ。そしてまた2人がね、再び今後またね、こう、ま、迷うというかね、こう決断する時が来るんだろうと思います。今はね、ようやく2人が新しいスタートを切ったばかりなので、またいろんな障害もあるとは思う。でもそこはね、これはね、乗り越えていけると思いますよ。なるほど。まあね、今の現状がというか今日ね、私はあなたとね、デートしたよ、幸せな時間過ごしたよ。もしね、デートしなくても、例えばね、電話で楽しい時間が過ごせたという、今日どんな一日だったって言ったら、あなたと幸せな日を過ごしたっていうのが、これがお相手様からの回答なので、もうどれだけあなたにメロメロで夢中なのかなっていうのは、もうね、他のカードを見てもしっかりなんかね、分かったような、そんな気がします。はい、これが4番の赤の皆様です。すごいカードが出ましたね。今ようやくお二人がまた再スタートを切った時かなと感じました。お相手様はあなたに本気です。ぜひ頑張ってくださいね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。